ルートビヒゲオルク・ジンペルト・フォン、バーデン・バーデンは、ドイツのバーデン・バーデン編脅迫。狩猟に情熱を傾けたことから、カルード・ルイと呼ばれた。母・フランツィスカと幼少期のルートビヒゲオルク・バーデンや、出身でトルコ人ルイと呼ばれた、ハプスブルク帝国軍の名称バーデン・バーデン編脅迫、ルートビヒビル・ヘルムと、その妻で、ザクセン・ラウエンブルク・コーユリウス・フランツの娘である、 フランツィスカ・ジビッラ・アウグスタの間の息子として生まれた。誕生の翌日、フランス軍によって焼き払われたエットリンゲンの残ンクと、マルティン教会の救護シラへの天外の中で洗礼を受けた。5歳の時に、父が急死し幼くして、偏教白化の家徳を継いだが、母が1727年まで摂政として、君臨した。幼児期のルートビヒは、成長遅く、母を大いに心配させた。 スイスのアインジーデルン修道院に暗記されたアインジーデルンの聖母像に猛出で、その霊言のおかげで6歳になって、ようやく喋ることができるようになったという。1718年16歳の時に、元ポーランド王、スタニスワフ・レシチンスキの娘マリア・レシチンスカと恋に落ちたが、母はこの縁組に慎重で息子をローマ巡礼に行かせている間に縁談を破談にしてしまった。 1720年に、ボヘミアを訪れた際、シュバルツェンベルク公、アダム・フランツの娘、マリアアンナと知り合い、翌1721年4月18日に、車上に置いて結婚した。最初の妻と死別後、1755年7月10日に、バイエルン選定公、カール・アルブレヒトの娘、マリア,アンナと再婚した。ルートビヒは1727年になって母から、 失政権を譲られ、申請を開始した。有能的に言う、財政能力に優れた統治者だった母が、バーデン・バーデン返境博家の抱えていた、莫大な負債を返済していたおかげで、ルートビヒは、財政的に、かなり余裕のある、返境博領を相続することができた。ルートビヒは、父のように華々しい運歴を築くことはなく、資料に熱中する人生を送った。 1707年から1731年まで、シュバーベン・クライス所属の第四不評連隊の連隊長を務め、ポーランド継承戦争では1735年まで、ボヘミアに駐屯した。敬虔なカトリック諸公であり、1736年には、ラシュタットにピアリスト会の修道院付属学校を創設している。1761年に死去。 弟のアウグスト・ゲオルクが家督を継いだ。最初の妻との間に4人の子女を設けたが、生育したのは娘1人だけだった。また2番目の妻との間に子供はない。ありがとうございます。